東京マーケットワイド、この時間はゲストと電話をつないでお話を伺います。マネックス証券チーフストラテジスト、広木隆さんです。広木さん、こんにちは。どうも、こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早いものでもう今週から9月相場入りということになってしまいまして、まあ波乱の8月をなんとかこう乗り切ってきたというような状況ではあるんですけれども。そうですよね。どうでしょう、まあ、戻りとしてはまずそこからちょっとお伺いできればと思うんですけれども、どうでしょうか。いや、もうやっぱりね、前から言ってる通りいいとこまで戻ってきたなと、要は8月の下げを全部取り戻したっていうことになりますものね。そうですよね。ですから、まあ、そういった意味じゃ高値から安値までの3分の2ぐらいですか、値幅でいうともう取り戻してるっていうことなんでね、8月前半に大きくもう下振れたっていう、まあ、8月前半っていうかもう8月月初の3日間っていうのがいいと思うんですけど、そうですね、3日でね、本当にいくら下げたんだろうっていうぐらいに、まあ、下げましたから、そこの分はもう全部ほぼほぼ取り戻したっていうことなんだと思いますね。まあ、そうした中でその9月相場、まあ、第1週を迎えるわけなんですけども、まあ、今晩から ISM の製造業景況感指数がありますし、週末にはまた雇用統計ですね。で、まあ、その間にもあの ISM の非製造業景況感指数なんかも発表があってですね、まあ、今週は本当にあの、まあ、重要な経済指標の発表にちょうどなんか重なるような、そうですね、状況なんですが、まずそのあたりあのデータ次第というところはあるかと思うんですけれども、広木さん、どんなふうにあの予想されてますか、今週の動き。やっぱりアメリカの景気は底堅いっていうところがね、多分こう確認される週なんじゃないかなと思いますね。まあ、ISM がありますが、ちょっとこの辺のところはね、製造業非製造業でちょっと景況感違うかもしれないんですが、まあ、製造業は悪いけど、まあ、非製造業サービス業はそれほど悪くないっていうのが、まあ、ここのところのトレンドだから、おそらくそのままだと思いますが、50を上回ってるか上回ってないかですね。それよりもね、やっぱり今週やっぱり月初週っていうのは、雇用関係のね統計が続きます。ADP のね、雇用レポートもありますし、イニシャルクレームもありますし、あとジョルツっていう、その、ね、求人件数のもあります。でだからそういったものを全部踏まえて週末の雇用統計っていうところにね向かっていくわけですけれども、まあ、この辺のところがどうね、市場に受け止められるかというところですよね。だから元を正せば、あの冒頭我々が話してた8月の相場の急変という一つの、まあ、要因になったのもアメリカの雇用労働市場の ね雇用統計の悪化っていうのが、ちょっと材料になったわけですから、もう一回ここまで戻ってるけど、その再来っていうかね、再現というか、そういうことも、まあ、ちょっとやっぱりね悪い記憶を呼ぶんじゃないかと思うんですよね。そうですね、確かにその辺は本当にあの8月下落のきっかけになりましたもんね。そうなんですよね。でまた年次改定もね行われていて、まあ、下方修正っていうのはもうこれもまあ織り込み済みなんでしょうけどもね、やっぱりこれがこう月次の統計にどう出てくるのかとかちょっと読めない部分もありますから、この辺はそうなりますが、どうでしょう、あの、まあ、数字が予想を上回る下回るでいうと素直に反応するのか、あるいは、まあ、やはり利下げ期待でですね数字が悪い方があの交換されるのか、ちょっとこう、まあ、悩ましいところだとは思うんですけれども。そうですね、まあ、その程度問題でしょうね。程度、まあ、何しろ利下げっていうのは織り込んじゃってますから、まあ、ここのところですよね、一気に 0.5 最初から下げてくるのか、0.25 で小出しに行くのかっていうね、まあ、その差ぐらいですから、どっちにしろ利下げ開始っていうのはもう織り込んじゃってるんで、まあ、悪い数字で、まあ、ちょっとぐらいのやっぱり悪い数字でその利下げシナリオがよりこう確実になると言っても、やっぱり市場はそれじゃ反応できないよねっていうことだと思うんですよね。これもしその、まあ、予想ですとですね、前回の結果が、まああのまあ、いろいろ改定されたっていう部分もあるかと思いますけれども、11万人ちょっとのプラスでですね、で今回予想ですとなんか16万人ぐらいの予想にはなってるんですけれども、
これ、まあ、もし20万人とかになるとこれマーケットどう反応するのかなっていうちょっと私は個人的にはちょっと興味というかですね、まあね、ぶれやすいんですけどね、はい、まあ、だからやっぱりストレートにそのグッドニュースイズグッドニュースなんじゃないですかね今回はね。つまり例えばこれが15、6万人だろうが20万人だろうが、9月の利下げは揺るがないわけで、はい、まあ、そうなってくるとさすがにその利下げ幅がね、はい、50ベーシスじゃなくて 0.25 っていうぐらいになるだけで、はい、まあ利下げがなしよってことにはもうなりませんから。あ、ははは、そうすると逆に、はい、アメリカの雇用はそれほど悪くない、結局アメリカ経済はそれほど悪くないよっていうね、はい、そっちのリセッション懸念がなくなったってことで、株式相場にはプラスでしょうね。あ、そういった意味で今度はドルもしっかりということで、一段と、はい、まあ、あのドルがまた買い戻されて円安が進む、結局はそれで米株が しっかりし為替も円安に触れるということになれば日本株にも、ハッピーなことになりますので、まあ、日本株にとってはですね、はい、アメリカの雇用統計強い指標が出てくれた方が、今はいいんじゃないかなと思いますね。まあ、確かにそうですね、まあ、今お話ありましたようにやはりまあ、0.25 の利下げそのものはもうほぼ、まあ、揺るがないですからね、パウエル議長がもう話されたようなもんですもんね。まあ、ですので数字が良ければ、まあ、ソフトランディングの中で利下げが行われるというそういう交換の仕方をするという感じなんでしょうかね。そういうことですよね。で一方でその今お話ありましたように日本株なんですけれども、うん、まあ、為替との連動性というところで見ますと最近またちょっとドルが上値が重たい中で日本株の上値も抑えてますが、どうでしょう、今お話ありましたところで言うとやっぱりもし数字が、まあ、データ良ければ145円を超えてくるような、今こう水準になってますが、さらにこう円安に触れるっていうのはそんな状況をひろきさんなんか予想されてますでしょうか。そうですね、それは十分あるんじゃないですか、ね、今日も一時147円そうですね、7円に一度、はい、午前中つける場面ありましたですもんね。まあ、やっぱりこれ為替もね、戻し歩調、はい、まあ戻し歩調とまでは言えないですけど、そこがね入った逆にダブルボトムっていう感じではありますけどもね。はい、だからこれここの、まあ、下手するとダブルボトムのこのネックライン、まあ、149円ですけどね、これ抜けて150円とかになるともう明確なダブルボトムの完成ってことになるんで、ドル円もそこが完璧に入ったかなって感じになりますけどね、まあ、ただそこまで読むのはちょっとまだ早い、いろいろデータをね、はい、こう見ていかなきゃいけないのかなって気がしますね。まあ、日本株に関しましては、まあ、今日なんかもですねちょっと金利の上昇ということがまたちょっと言われてはいるんですが、銀行株買われたりなんかね、してますよね、今のお話で、まあ、アメリカの金利の上昇でその、まあ、ドル円、まあ、高くなるということはちょっと考えられますが、一方で国内の金利もですね、まあ、日銀の会合もちろん今回今月行われるわけですが、そことの見合いで見ますとどうでしょうかね。やっぱり、国内の金利なんか年内12月にはまた引き上げられるんじゃないかっていうような、うん、昨日アンケートの結果なんかも出てましたけども、ひろきさんのお見立てではいかがですか。まあ12月か、まあ、年明けか、はい、そのぐらいにはあるあっておかしくないと思うんですよね。やっぱり結局賃金がこうしっかり上がっていって、はい、でインフレも、まあ、そこそ こう 2% 台のインフレがまあ定着する中で、であと企業の収益が非常にしっかりしていると、この間出た法人企業統計なんかでもですね、はい、やっぱり企業業績非常に過去最高みたいなところが、ね、はい、出てますから、はい、だから結局そのあくまでも経済がしっかりしてるで家計にもその賃上げということでその恩恵が及んでると、はい、だからそういう中で緩やかなインフレが定着していくっていう、まあ、本当にこう前向きな経済が日本に認められるんであればね、はい、そういう中で日銀が利上げをするということでいけばこれは誰も多分文句もないだろうし、そうですね、むしろその方が、はい、正常な状況だから望ましいということに株式市場もなると思うんですよね、はい、だからこの間はやっぱりあくまでもそのコミュニケーションの仕方がですね、なんかもうとにかく利上げありきみたいな、この先もどんどんやるんだみたいな、はい、そういうスタンスになっちゃったのが市場
上の反感を買ったわけですから、まあ、そこが修正されてですね、はい、でこう今からまた年末年始に向かっていくつも経済指標出てきますから、そうですね、はい、そういうのとこう測りながらであれば、はい、まあ、特段問題はないと思いますけどもね。となりますと、やっぱり国内の金利上昇は決してネガティブというふうに受け止めない方がいいということですかね。そうですね、でまあ、やっぱり日銀のそういう政策金利とか政策もあるんですけど、やはり銀行の最終的には貸し出し金利、はい、これが着実に上がってますから、これはやっぱり銀行の収益に、ね、取ってプラスということなので、はい、まあ、これは銀行が買われる一番の材料になると思うんですね。うん、となりますと、やっぱり日経平均トピックスで比較すると、やっぱりトピックスは底堅いというような、そういうイメージで見ていていいということですかね。はい、まあ、これであとが為替さえね、しっかりそこが入ってくれれば、なおさら輸出産業、自動車を中心とするようなところもしっかりして、はい、そうするとなおさらトピックス優位っていう展開になるのかなっていう感じがしますね。そうですね、まあ、そういったところを期待しつつということなんですが、あと最後あんまりごめんなさい、時間のないところでご質問して申し訳ないんですけども、自民党の総裁選ありますですよね、あと2分ぐらいのところでごめんなさい、どうでしょう、どなたがなるのが株式市場にとってはプラス、あるいは、株価にとってはこう、まあ、交換されるのかっていうところですと、どうでしょう、市場関係者のアンケートで言えば、はい、小林鷹之さんだったんですね。ちょっと前まではある経済番組なんかの統計、で2位が高市さん、やっぱり高市さんはアベノミクスの踏襲者ということでね、まあ、そういったところが市場関係者はいいと思ってるんですが、はい、まあ、こういうような状況になるとやっぱり今の人気投票というか、ね、人気投票じゃないや、ごめんなさい世論調査の人気度合いで、多分党員票の行方がおそらく左右されるんで、議員票が影響がなくなっちゃうんで、はい、そうすると、まあ、今の世論で人気があるのはですね、小泉さんということだから、はい、まあ、小泉さんになるんじゃないかな、まあ、あるいはちょっと前は石破さんだったんですけど、はい、石破さんになったらこれはもう明確に株はダメですよ。だって今日の新聞にあった通り、金融所得課税強化なんて言ってるわけだから ね、はい、そうですね、はい、これはもう本当にひどい話になると思う。政策的にもダメだし、はい、それからまあ刷新感が全くないですよね。そうですね、はい、だとするともう全然変わる変わると言っておいて結局変わらないじゃないかっていうところで、まあ、やっぱり失望って感じになっちゃうんじゃないかと思うんですよね。はい、まあ、おそらく小泉さんで決まるんじゃないかなと思いますけどもね。わかりました。ひろきさん、本当お忙しいながらいろいろお話いただきました、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。マネックス証券チーフストラテジスト、ひろき隆さんにお話を伺いました。